こんにちは、ジンです。よろしくお願いします。本日の動画は SBI 証券を使っている人で V ポイントを使ってポイント投資をしたいというふうに思っている方に向けてその設定方法について紹介していこうと思います。このチャンネルでは私が経済的に自由になって会社を辞めるまでの日々を発信しています。なのでもしファイヤーやセミリタイヤ、あとは私は資産のほとんどをインデックスファンドで運用しているのでその運用結果がどうなるかについて興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 プロフィールの詳細は概要欄にあるのでそちらをご覧ください。そしてまず最初に去年からですかね、始まった SBI 証券でクレジットカードで投資ができるというクレカ設定ですね。これが三井住友カードと連携したんですけども、その V ポイントを使って直接ポイント投資ができるようになると。 いう時期が今,年の5月今月ですよね、2022年5月に V ポイント1ポイントを1円として SBI 証券の投資信託の買い付けに利用できる V ポイント投資の開始が予定されています。 それで私はこれが勝手に SBI 証券の方でやってくれるのかなというふうに思ってたんですけどもどうやらそんなことはなくてこの V ポイントでその申請が必要だということが最近私は分かったのであんまりそれってなんか親切にどこにも書いていなかったので知らない人も多いのかなというふうに思ったのでこの動画で紹介してみようと思いました。 それで本題なんですけどもじゃあどうやって設定するのということでまあ私 SBI 証券のえっとログイン画面ですねそこからやるもんだと勝手に思い込んでいたんですけどもどうやら最初のトリガーはこのえっと三井住友カードの VPASS いうアプリこちらから申請をやる必要があったということが最近になって分かりました。 それで、このアプリはおそらく、毎月の積み立てをクレカで支払いをしている方は、おそらくこれをダウンロードしていると思います。で、それを使って説明をしていこうと思います。 はい、そしてここからは実際に私が持っている V パスのアプリこちらを動画で撮ったのでこれを使ってその手順を追っていこうと思うんですけどもまず最初に詳細に入る前に全体的な流れを紹介しておきたいと思うんですけども最初にこの V パスのアプリですね三井住友カードアプリこれで自分で V ポイントのコースへ設定するということの申請が必要になります。 でここで申請をした後その2営業日後ですね、さらに SBI 証券にログインして、今度 SBI 証券の中で、その V ポイントサービスの登録と。 ということで、この二段構えが必要だということが最近になって分かりました。なので、私の場合はずっとこの SBI 証券に、まあ、これ結構毎日ログインしているので、まあ、ここで何かやられるのかなと思ってチェックしていたんですけども、まあ、なかなかその V ポイントの、えー、っと,ところが出てこなかったので、まだかな、まだかなって待っていたら、まあ、オチとしては、この V パスアプリとスマホアプリで最初にそのトリガーをかけてあげる必要があったということになります。 はい、ということで、まず最初にこの三井住友カードアプリ、この VPASS のアプリでどういう設定が必要かについて紹介していこうと思います。まず最初にこちらがそのログインした時の画面ですね。私は、えっと、その V ポイントですね。V ポイント今5000ポイント持っていて、で、クレカ設定上限の5万円を設定しているので、そのお支払い金額が出ているというような形になるんですけども、まず最初にこのログインしたホーム画面、ここの V ポイントの残高、ここをクリックしてあげる必要があります。 で、まず、じゃあ動画を行こうと思うんですけども、ここをクリックすると、えっと、次の画面に遷移します。ここですね。で、この画面の下の方ですね。行っていただくと、これ、SBI 証券。手持ちの、お持ちのカードで手軽に資産運用ということで、詳細はこちら。これを押すと、えっと、別の、えっと、ブラウザーが立ち上がります。で、ブラウザーが立ち上がって、三井住友カードの、えっと、ホームページに遷移します。で、ここから、 えとまたここで V ポイントの説明がガーッてされてるんですけどもまあこれおそらくも皆さん知ってる話だと思うのでガーッと下に行っていただいて行っていただいて結構下まで行くんですよねこれ V ポイントがたまるコースに変更するこれを押す必要がありますでこれを押すとこういった感じでまた三井住友カードの画面に遷移します で、ここで説明書きがあるんですけども、V ポイントがたまる構成への変更ということで、またここもめちゃめちゃ説明書きがあって、この説明がめちゃめちゃわかりにくいんですよね。で、最初にステップ1で SBI 証券のお客様のサイトへログインし、 コース変更のサイト申し込みをするっていうことで僕最初にこれを読んであれ SBI 証券でなんか設定するのがあって見落としてたのかな,見落と,してたのかなと思って再ログインしたんですよねで散々探したんですけどなくてでオチとしてはこれの一番下に、えっと、それの遷移するボタンがありましたなので最初にするのはこの三井住友カードのホームページ上でそのボタンを押すということが必要になってこれはそのことを言っていました で、えー、っと、ここをもうさらに下に行っていただきます。ガーッと下に行ってもらって、いろいろこう書い、ちょい書きが書いてあるんですけども、ステップ2。このステップ2のところで、さっきの SBI 証券で設定した後に、SBI サイ SBI 証券のお客様サイトにログインするということで、その確認する方法ですね。これ。ここで、えー、っと、左上に三井住友カードのロゴが表示されていると。この ここちょっとちゃくて分かりづらいんですけど、このロゴ、これは確かに、えっと、この申請をしてない状態だと、表示されてなかったんですよね。で表示されてなかったんで、あやっぱ連携できていないんだということが、えここで確認しました、私は。で、おそらく、えっと、このログイン画面に、これがついていない方は、この設定をしていない方だと思います。 そして最後のステップ3なんですけども SBI 証券 V ポイントサービスに登録する SBI 証券サイトって書かれてるんですけどこれがこの私でいうこの最後の2営業日後にする作業になります本日はここまで含めて紹介していきますで、えー、っとさらに下に行っていただく必要があるんですけどもまだまだ全然下ですよねでこっからずっと下に行く感じなんですけども、えー、っと最後に大きく コース変更に関する留意事項ということでここで何を言ってるかっていうと、これまで私の場合 t ポイントを使ってたんですけども、そういったそのポイント、他のポイントですね、v ポイント以外のポイントが使えなくなるよということを言っています。で、ここはちょっと最初に私もえとそこまで知らなかったんですけども、v ポイントと他のポイントは併用できないということでした。なので、私の場合は t ポイントよりも この V ポイントの方が、えっと、毎月クレカで5万円分買っているので、ポイント的には貯まるので、しょうがないので、T ポイントを諦めて、V ポイントに切り替えるということをしました。だから、ここですね。最後、えっと、ここで、これ、お客、お手続き方法でコース変更に関する留意事項をすべて確認しましたにチェックボタンを押して、コース変更の申し込むボタンを押しますと。 いう作業が必要になりますで、これを押した後なんですけども、えっ、ー、と、今度は SBI 証券のサイトに遷移して、そこで SBI 証券の ID とログインを入力して、この申し込みますよっていうボタンを、何個か同意を押すという作業が必要になります。まあ、ただ、それはそんなに、えっ、ー、と、1個2個ぐらいだったと思うんですけども、ちょっとどそこの動画は撮れていないんですけども、すぐ簡単に終わります。 で、ここまで終わって、あとは、この2営業日後ですね、まで待つということになります。はい。ということで、ここまでが第1ステップ、この V パスのアプリで V ポイントコースへの変更設定というところの説明になります。で、続いては、その2営業日後、SBI 証券で何をするかというところについて説明していこうと思います。 それで、2営業日後に、えっ、ー、と、SBI 証券にログインすると、まずここにあのよくあるお知らせですよね。えー、お知らせが表示されます。で、どういったお知らせ内容かというと、仲介口座変更の手続き完了のお知らせと、というようなメッセージが最初に必ず出てくるので、えっ、ー、と、SBI 証券にログインして、これを見逃すということはないと思います。 で、これを押すと、こういったお知らせ画面に遷移するんですけども、ここでリンクが貼ってある V ポイントサービス登録手続き、ここを押して作業を実施します。で、これを押すとどういう画面になるかというと、こういった画面になります。これも SBI 証券の内部のサイトなんですけども、お客様情報設定変更のポイント外部 ID 連携、このサイトに遷移します。 でここは何が設定されているかっていうと、自分が選んでいるそのメインポイントですね。私の場合は T ポイントを使って投資ができるように設定しているので、私のポイントサービスは今現在 T ポイントカードになっています。で、それをこのメインポイント設定を押して、この切り替えを実施することになります。で、これを押すと、次の画面に遷移します。 それはこちらですね。SBI 証券のメインポイント設定ということで、現在私の場合は T ポイントになっているので、それを2日前変更した V ポイントに切り替える。これが今まで出ていなかったので、T ポイントから、このメインポイントの設定というのはこれまでも入けてたんですけども、その中に V ポイントがないので、私はそれをずっと待っていたんですけども、それが実は先ほど紹介したように、V ポイントのアプリから申請する必要があったと。 というようなおチちなんですけども、このメインポイント設定のところで V ポイントの利用開始をする。こちらのボタンを押します。でそうすると、次の画面に遷移して、V ポイントサービスの利用登録という画面になります。でここでは PDF で各種規約を確認する。これで中身を見て、上記の確認、同意しましたという、まあ、同意ボタンですね。これにチェックボタンを押して、 最終的に取引パスワードこれは SBI 証券の取引パスワードですねを入力して次は VPASS のページに遷移するというボタンを押しますそして VPASS 認証このボタンを押すとこのページに遷移するんですけども次は三井住友カード側ですねこちらのサイトに遷移してここで VPASS の ID とパスワードを入力します で、よくあるパズルですね。これをドラッグドロップして、この画面を合わせて、ログインボタンを押します。で、ログインすると、次は、サービスへの同意というページが開きます。で、これをまた読んで、一番下まで行くと、同意するの、チェックマークがあるので、それをチェックして終了という形になります。そして、同意後は、また SBI 証券側のページに戻ります。 で、以上で V ポイントサービスの利用登録が完了したというページになって終了となります。で、最後にちゃんと V ポイントサービスに切り替わったかなという確認をしたいと思うんですけども、えー、とその確認方法としては、まず先ほどのお客様情報設定変更のポイント外部 ID 連携を見ると、今まで T ポイントになっていたものが V ポイントに切り替わっています。あとは、えー、とログイン画面ですね。 ログイン画面の最初の左上のところに、まあ、確かにこの、S、三井住友カードのロゴが表示されていました。であとは実際に投資身託を買うというボタンを押すと今まで T ポイントが出ていたんですけどもそれが確かに V ポイントに切り替わっていました。 ただ、現時点では V ポイントを利用した取引はできませんということで、私が現在持っている5000ポイントですね、この5000ポイントの反映はされてはいませんでした。なので、これはまだサービスが開始していないので、おそらく来週とかそのぐらいになれば、このポイントが反映されて、V ポイントを使って直接、投資信託を購入するということができるようになると思います。 はい、ということで以上が SBI 証券で V ポイントを使ったポイント投資をするその設定ですね。これ結構今まで紹介してきたんですけど、まあ、めんどくさいですよね。あっち行ったりこっち行ったりするので、まあ、結構ややこしいんですけども、その設定方法の紹介になります。 そして普段このチャンネルでは私自身のお金に関する情報を発信していて私の全資産の運用状況はもちろんなんですけどもそれとは別に個別で運用している米国 ETF とか投資信託の運用状況についても動画で話をしているのでもしよければ他の動画もぜひご覧になってみてください最後までご視聴いただき誠にありがとうございましたもしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします失礼します